なんだ？うるせえ！俺は地下牢の番人様だぞ！一体どうしたんです？なぜこんなこと？ちょっと行ってみるか。まったく、手間かけさせやがって。ジャックさん、大変なんです。どうしてもこうしてもね、やつが突然プッと襲いやがったんだ。そうなんです、何の前触れもなく、いきなり。そいつが気に食わねえんだよ。何を企んでるのか分かりゃしねえ。とりあえず、医務室に運んでやるよ。ジャックさん、意外と冷静ですね。まあね、こう見えても俺って優秀な騎士だし。医務室に行ってきます。原因は何なんだよ。せえ、俺にはさっぱりだね。本人に聞いてくれや。俺の力を見せてやりてえだけさ。まだ暴れ足りねえ、さっさと出せ。どうなっちゃってんのこいつ。口の減らねえ野郎だったが、こんな乱暴者じゃねえんだもんね。じゃあなんで急に。わかんねえ。俺にはいつもヘイコラしてたんだぜ。どうしようもねえビビリでよ。それが不思議にすごい力でな、牢屋に入れんのがやっとだったんだ。今その減らず口を塞いでやるから覚悟しとけ。これじゃ手のつけようがねえ。どうしたもんかな。心配する必要はない。ダイナス様。誰この人。おめえダイナス様を知らねえのか。お前がジャック・ラッセルか。王国騎士団将軍ダイナスだ。将軍って、もしかして騎士の中で一番偉くて強い人だよ。ジャック、離れていろ。パトリック、牢を開けろ。え？あ、しかし将軍様がお相手かい。俺の力を見せるにはうってつけだ。この通り非常に危険で。分かっている。早く開けろ。え、それじゃ。将軍様のお手並み拝見だ。パトリック、鍵を開けたらすぐに下がれ。おお！死んだんだ。いや、気を失っただけだ。調査もせずに死なせるわけにはいかん。調査？ひょっとして他にもこんな風になった人がいるんですか？ほう、なかなか鋭いな。これはおそらく伝染病のようなものだ。同じように凶暴化した者が多数いる。
国が事態を重く見て調査に乗り出した。病気か。それならあの変わりようも。だがこの件、決して口外するな。民を動揺させたくない。ジャックよ、いずれまたな。はい。いや、すんごいかっこいいな。ハゲなのに。おめえ、聞かれたら殺せるぞ。
ジャスネ様、どうかお気をお沈めください。どうしてこれが平静でいられようか。わしのリドリーが、わしの可愛いリドリーが、薄汚いオークどもめ、絶対に許さん。わしは妖精との和平と交易を望んでおる。そのために身を粉にして努力してきた。なのにこの仕打ちは何だ。オークといい、ドワーフといい、最近妖精は突き上がりすぎておる。こちらが下手に出ていれば、いっそ目にもの見せてくれようか。ご心中お察し申し上げます。これまで妖精との間に平和を築いてきたジャスネ様の功績は誰にも真似できません。それだけにここは耐えてください。一時の感情に惑わされてはなりません。わかった。妖精のことはひとまず後回しにしよう。しかしリドリーが危険な目に遭うのわしは見過ごしてはおけん。大体夏目がついていながらなぜこのようなことに。いや、それ以上に許せんのはガンツだ、あの豚まんじゅうが。うん、一つ良い考えがあります。リドリー様に暖を持っていただきましょう。リドリーを団長に。さよう。そしてリドリー様の部下として信頼のおける優秀な騎士たちをローズコションにいていただくより、確実にリドリー様の身は安全になりましょう。なるほど、さすがはルシオン、素晴らしい案だ。ただその案には一つだけ問題があるぞ。何でしょうか。わしの腹の虫が収まらんということだ。ローズコションのアホどもめ、あいつらのせいでわしのリドリーが。ならばガンツ団長と見習い騎士を解雇すればよろしい。そうか、やはりそう思うか。あ、そうだ、それぐらいの罰は当然なのだ。え？しかしやはりまだ問題があるぞ。何でしょうか。ラークスだ、あいつが納得しない。それについてはお任せを。口実ならばいくらでも用意できます。おお。それでは。ジャスネさん、今なんと。もう一度言えとはラークス卿も残酷だ。このような決断、わしとしても辛い限りなのに。仕方がない、もう一度言おう。ローズコションを解散させたまえ。代わってリドリーを団長として新しい騎士団を創設してほしい。ガンツ団長、見習い騎士ジャック両名は即刻解雇。そういうことだ。リドリーさんは災難でした。しかし騎士団は私の配下です。そのような干渉は越権行為では。越権とな。わしはこの国の家老だぞ。この程度の提案は許されてしかるべきだ。ガンツから報告は受けております。彼の判断は適切なものでした。彼らに一体どんな罪があるというのです。彼らはリドリーさんを守り抜きました。むしろその点を評価したい。守り抜いただと？ざれ言もいいところだ。ガンツについては任務の失敗、それだけでなく団員を危険にさらした。見習い騎士ジャックも上官のクロスに無礼な言動があったと聞く。両名は栄光ある騎士団の名誉と品位と信頼を汚してしまった。心苦しいが、かばう余地はない。心苦しいと思うのでしたら、彼らに名誉挽回の機会をお与えください。ただ一度の失敗で、このような厳罰は前例のないことです。ガンツはガウェイン殿の息子、ジャックはケアン殿の息子、
ともに大変立派な騎士でした。父君の名誉に免じて、ここはラークス卿は意外や古い人間のようだ。親の七光で王国騎士は務まらん。それをあなたが言いますか。何か問題でも。とにかく今回は。それに二人の解雇処分は王国騎士団憲章に照らし合わせたものだ。憲章を作られたのは、はてどなただったかな。私です。これは失礼。最近物忘れが激しくてな。それはともかく、憲章を作られたご本人自らが法を破って彼らを許せとおっしゃるのか。わかりました。ジャスネ様のおっしゃる通り、ローズコションを解散いたしましょう。それでよろしい。ローズコションへの通帳しかとお任せしましたぞ。承知いたしました。
はあ、you
何ですか？何ですか？オーム。あれ、団長。ジャックさん。どうしたんですか？なんかすごい暗いっすけど。ん？ローズコションへ通告。王国騎士団憲章違反により、明日をもって解散を命ずる。王国騎士団参謀長サルート・ラークス。解散？また以下の者は王国騎士団憲章違反により明日をもって騎士団より除名する。以下の者とは我々二人のことです。除名って首？首ってどういうことですか？悪いことなんて何もしてないのに。しかも明日ってむちゃくちゃじゃないですか。ろくな説明もなしにこんな紙切れ一枚で文句を言いに行きましょう。ダメです。私たちが騒げばラークス様に迷惑がかかります。それが何だってんです。ラークス様は私たちを騎士団に残そうと努力してくれたのです。それでも私たち二人をクビにしなければならなかった。わかりますよね。なこと言ったって、この命王国騎士団に捧げたつもりでした。それがこんな形で終わってしまうなんてあっけないものです。クビか。帰ったら姉ちゃんにぶっ飛ばされんだろうな。テアトル・バンクール入隊案内？はい、戦士ギルドです。私はここへ入るつもりです。よろしかったらジャックさんも。え？そんなこと急に言われても。もちろんジャックさんの意思にお任せします。私は今夜のうちに城を出ます。周りに気を使わせたくありませんから。それでは。インチキくせえ。結局ついてきちゃったよ。ま、なるようになるか。ジャックさん。ん？ちょっと一杯だけ。飲むんですか？
これから入隊テストを受けると思うと緊張してしまいまして。やめときましょうよ、それに俺未成年だし。ジャックさん、ごめんなさい。ちょっと団長、うん、何してやがる。俺様誰だと思ってんだ。やかましいわジャーバサ、酒癖直して出直してきやがれ。うえぇ、邪魔だったか。お前団長に何すんだよ。小僧は突っ込んでろ。なんだと。ちょっとジャックさん、喧嘩はいけませんよ。心配無用です、ちゃんと手加減しますから。おい小僧、今なんつった。刺身にされていいのか。やれるもんならやってみろ。よっしゃ、よっしゃ。やっぱり出なきゃ。おめえなんぞ、おめえなんか。どうにもない。あれ、団長。いよいよですね。大丈夫ですよ、気楽に行きましょう。あのさ、入隊したいんだけど。なんだお前は。元ローズコション団長ガンツロートシルトと同元所属団員ジャックラッセルです。本日騎士団を退団しこちらへの入隊を志願したく。あ、そう。そうね、丸っこい方は3階、ガキは2階からだな。早く行けよ、テスト受けるんだろ。え、もう？かったれ騎士団とうちは違うんだよ。もたもたしてっとケツ蹴っとるす。はい。なんなんだ、気楽でいいけどさ。そうそう、丸っこいのはジェラルド副長、チビはシーザー隊長のとこだからな。
マジで適当だな。開いている。え、なんでわかったんだろう。志願者だな。君の名前は？ああ、ジャック・ラッセルです。ではジャック君、簡単な質問をするから答えてくれ。なぜテアトル・バンクールに志願を？騎士をクビになっちゃったもんで。驚くほど正直だな。常識がないのか、それとも。え？次の質問だ。想像してみてくれ。君は今、ある危険な任務についている。だが君は一人だ。仲間は皆死んでしまったのだ。君はどうする？どうするって、質問の意味が分かんないんですけど。ん？私のテストは以上だ。3階のジェラルド副長の部屋へ。ジャック君。はい。人間は皆死ぬ。はあ、そりゃそうですよね。あ、何の試験だこれ。執着心がなく死への恐怖を見せない、不思議な少年だ。ありゃあ、こ、殺す気か。チッ、避けやがったか。しょうがねえ。ほら、始めんぞ。え？テスト受けんだろ。あ、そうだった。突然切りかかってきたからパニクっちゃったよ。原点3と。はい。今平常心を失っただろう。その隙に仲間が3人死ぬ。だから原点3だ。そんなのありかよ。ありだ。戦いには卑怯もクソもない。よし、いいだろう。屋外訓練場へ出ろ。今日は大サービスだ。このジェラルド様に人たち入れられたらテストは合格にしてやる。実力テストってわけか。よし、やってやる。ただし覚悟しろ。こっちもぶっ殺すつもりであるからな。逃げ出さなかったことは褒めてやる。ちくしょう、かすりもしないなんて。当たり前だバカ。剣握ってる年季が違うんだよ。ほら、さっさと立って4階の大隊長のところに行きな。え、
根性試しは合格だっつってんだ。とっとと行け。はい。ちった戦士って面になったじゃねえか。ま、俺様のおかげだがな。久しぶりに面白い奴が来たじゃねえか。ジェラルド、むちゃくちゃだったでしょ？ええ、あんなむちゃくちゃ強い人と戦ったのは初めてです。でも、すげえ楽しかったです。あなたなら、もしかしたら。ん？あなたを採用します。おっしゃ！見ててくださいよ、俺絶対いい仕事しますから。勘違いしないでください、あなたは弱いんですから。は？ジェラルドに乾杯したじゃないですか。すぐ勝ってみせるぜ。今は無理かもしれないけど、絶対だ。不可能です。なんでだよ。あなたは本当の力を手に入れていない。自分のために剣を振るっているだけです。本当の力が欲しければ気づくことです。誰かを守るための力に。誰かを守るための力？さあ、テストは終わりです。1階の受付で説明を受けなさい。はあ。合格か？楽勝だね。あの丸っこいのは落ちたぞ。え、団長、落ちちゃったの？ああ。あっちゃ。とりあえず住むとこ案内するわ。荷物持ってついてきな。着いたぞ。え、どこどこ？ん？マジっすか、これ。所属部隊は明日には決まってる。早起きしてまたテアトルに来な。じゃあな。予想以上の待遇の悪さだな。そういえば団長どこ行っちゃったんだ？あ、団長！あ、ジャックさん。風が気持ちいいので、ついフラフラと。団長、その、不合格だったんですよね。ああ、そうなんです。なんだか調子が悪くて。やっぱり、お酒がまずかったんですかね。俺、また団長と一緒に働けるもんだとばっかり。ジャックさんは、やっぱり、合格？はぁ、あ。そうですか！合格ですか！やりましたね、ジャックさん！よかった、よかった！団長！はい？これからどうするんですか？どうとでもなります。他にもギルドはありますから。落ち着き先が決まったら連絡します。私のことは気にせず、テアトルの仕事に励んでください。団長。そうだ、一つだけ聞いてもよろしいですか？何ですか？ジャックさんは私の父を。え？いやいや、やっぱり結構です。それではジャックさん、お元気で。
エナド、ジャックはどこだ。リドリー様、お元気になられたんで。ジャックはどこだと聞いている。昨夜のうちに出て行ったようですが。お父様。リドリー、どうしたのだ。血相を変えて、なぜ団を解散させたのです。どうして二人をクビにしたのですか。何のことだ。騎士団のことはラークス卿が。そんな身勝手がお父様の親心ですか。しかし団長になれてよかったではないか。優秀な部下だって。私はそのようなことを望んでいない。リドリー、どうしたのだ。リドリー。何でもありません。少しめまいが。ジャック、え、ここどこだ。あ、そっか、城じゃないんだ。やっぱテアトリに行かなきゃ。おう、来たか。おめえが配属されるのはチームヘクトン、ジャーバス隊だ。ジャーバス、あれ、どっかで聞いたような。部屋は地下1階だ、早く行きな。新人だな、入れ。喧嘩小僧、酔っ払い。なんてこった。ダニエルに続いてまたスカを引くとは。聞いた名前だと思ったんだよな。笑いが隊長かよ。うるせえ、文句が言いたいのはこっちの方だ。なんだよ、自分だって大したことないくせにさ。相変わらず口は達者なようだ。よし、屋外訓練場に行くぞ。屋外訓練場。ああ、あそこか。で、何決着つけんの。いいから黙って行け。逃げたのかと思ったよ。あのな、言っておくが、あの時俺は酔っ払ってたんだ。5分の1ほどの力も出してね。そこんとこ考えて口を聞け。はいはい、親父の言い訳は見苦しいね。どうやら小僧、自分の身の程を知らんらしいな。ダニエル、なんだお前。我がチームヘクトンの副隊長だ。ま、二人だけの隊だから当然だがな。これから二人に副隊長の座をかけて戦ってもらう。副隊長になるかヒラーになるか、運命の分かれ道ってやつだ。さあ戦え。大差ないだろ。まあ、いっか。よう、俺ジャック、
ジャーバスさんが戦えってさ。失礼だぞ、隊長と呼べ。怒るなよ、仲良くやろうぜ。誰が、お前なんか叩きのめしてこき使ってやる。そんな必死になるなって、どうせ叶わないんだからさ。キー、僕をバカにしてるな。いじめられっ子は切れると怖いんだぞ。え、嘘、お前っていじめられっ子ダサ。ムキが副隊長、ダニエルはヒラ。あのさ、やっぱり俺がヒラでいいよ。何？ダニエルの方が先輩だし。いって！甘ったれんな！テアトルは実力だけがルールなんだよ！ダニエル、悔しかったら強くなれ。ジャック、他人に同情する暇があるなら俺を蹴落とす努力をしろ。命がけの仕事をする覚悟ってのはそういうもんだ。あーい、いってて、てよし、ではこれから仕事の説明をする。ギルドは民間の依頼を受け、それを各隊が任務として処理し収入を得る。依頼の難しさはピンキリだが、困難な依頼は報酬もいいってことだ。ヘクトンの任務がないときは自分で依頼を受けて腕を磨くんだな。だがタイの任務が最優先だぞ。明日我が隊は依頼を受けている。体調を整え備えるように。いいな。はい、以上、今日は解散と言いたいところだが、ジャック。え、副隊長になったからにはいろいろと覚えてもらわねえとな。